みんなでステージで一番可愛く輝けるように、バレ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 、はい、どうも、おんさです。今日は、なんだっけ、こいつら、フルーツジッパーさんのスカイフィーランという曲をミックス打っていきたいと思います。イントロのミックスなんですけども、まずこの曲のイントロが、なんだ、誰だっけ、あいつ、大橋彩香の、わがままミラーハートって曲の、まあ、イントロの構成に、まあ、若干似てくかなと思って、まあマルフォイマルフォイでもやろうと思ったんだけど、まあ、尺が普通の1連枠なんで、1連尺なんで、マルフォイとメロホンとスケワイパー、まあ元々この曲じゃねえよ、元々あのわがままミラーハートの方でやられてた、メロホンとスケパン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 ワイパーチャペアクトラヒメロホンとスケ人造ファイヤーバイボワイパーのと、まあホグワーツをガチンコさせて作りました、うん、そんな感じです。まあ特になんか深い意図とかはないです。2番もまあ特に意図ないんですけど、まあ反対っすね。ネオホントスケから始めて、半分で切ってトム・リドルで終わらすみたいな、まあ本当に特に思いつかなかったから適当にこういう構成にしました。で、今回この曲を選んだ理由が、まあ、この曲はまあちょっとまあ曲重視で選んだんですけど、このフルーツジッパーさんの曲って地下アイドルで、一番か分かんないんですけど、俺そんな知らないんで曲を、まあ、地下アイドルの中ではそこそこ音質がいいんですよ。マジこの私の一番可愛いところってなんかやたらバズってる曲があるんですけど、それを初めて聞いた時、この曲音がいいってなって、音がほんとめちゃくちゃ良くてちょっとびっくりしちゃったんですね。さすがの俺も横転しました。だから痛いわいやばいわマルフォイ、やっぱり誰かはグルミッタイガ、あっちをたべあべあっぱすけビッケアテスケお姫様ファイヤー、俺とレビオサカラキはそれバーバーバーバトラーダン、俺とタイガーダメリドル、ワルデバートって言ったイガー、ハワイオリグレッチャー。というわけで、まあ音がいいから、この曲をやってます。まあこの曲はまあどちらかっていうと楽曲の強さで選びましたね。その音質普段そんなこだわってないんですよ。で、まあ、私の一番可愛いところでミックスってもよかったんですけど、まあね、まあ、そんな曲強くないんで、まあ、このフルーツジッパーの中で一番好みの曲を選びました。でミックスはもう適当です。アルティメットミックスと、アルティメットミックスか、うん、感想はアルティメットミックスを打ちました。でアウトロはなんか適当にそこら辺でミックス混ぜました。アジテレシューマクジャパカ編とリオホントスケワイパーをガッチャンコして適当に打ちました。ガッツスケロジョパイデミチョワイパーガッツスケティクパミックス死ぬオーバー新人のヒトラワイパードラ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